馬が舞う、馬が舞う、馬が舞う。上毛新聞公式ポッドキャスト、馬が舞う。この番組は群馬県の地方新聞上毛新聞で働く社員たちの裏話を中心に群馬の今を紹介するポッドキャストです。多彩なゲストをお招きするほか、実際の取材現場や紙面、イベントなどのエピソードも紹介していきます。現場で奮闘するリアルな声を聞いていただき、少しでも群馬のこと、そして上毛新聞のことを身近に感じてほしいという、そんな願いが込められています。ご案内は営業局の日野原明と編集局の時田夏樹です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。久々ですね。お久しぶりです。今日はですね、出張収録ということで、はい、時田さんにとっても思い出深い太田の地にやってきております。はい、なぜ太田にということなんですけれども、今日のテーマは、はい、群馬クレインサンダーズということ で、はい、オープンハウスアリーナ中に入らせていただいております。いや、初めて、できてから初めて来たので、本当に。あ、そうか、そうですね。太田時代はなかったんですもんね。そうなんです、新築というような感じです。ほやほやですね。はい、私も初めてです。今日は、ホーム開幕戦を控える群馬クレインサンダーズに密着ということで、はい、今ドキドキなんですよね。今選手の方々が練習を終えて、この後直接インタビューに来ていただけると。はい、もう本当に緊張してドキドキしているんですけれども、はい、ぜひ生の声を届けたいと思います。そうですね。で、シーズンに向けての意気込みだったりとか目標だったりとか、そのあたりの、開幕直前の空気感をお伝えできればと思っております。で、合わせて今日は、編集局運動部の吉野記者にも来ていただいてですね、群馬クレインサンダーズと番記者ということになってます。はい、前はね、野球で来てもらってましたけど ね、はい、随所に解説なんかも入れていただきながら、初めてこの群馬クレインサンダーズのことを聞く方でも分かりやすくように伝えられればと心がけていきたいと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。それではこの後インタビュー始めていきます。馬が舞うスタートです。いいですね、このバスケットシューズとボールが、キュッキュッとたりどんどんといったり、実際の雰囲気の、こちら本当に実際の練習の音となっております。こんな形で、練習が行われているというところですね。ではここからインタビューをお届けしていきたいなと思いますが、まずは水野ヘッドコーチのインタビューからです。吉野さん、はい、今日よろしくお願いします。はい、お願いします。担当記者吉野さんから見た水野ヘッドコーチ、これどういうような特徴とかそれありますかね。はい、群馬サンダーズに来て2年目のシーズンとなります。はい、はい、非常に戦術家と言われてまして、特に試合中の指示の場面とか、結構もう、コートの前ギリギリまで出て選手に指示をしてたりというシーンが結構あると思うので、非常に熱い思いを持った方ですので、はい、そのあたりもちょっと見てもらえたらなと思います。インタビューからもすごい感じられるかもしれませんね。そうですね、はい、それではお聞きください。それでは水野ヘッドコーチに来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。今シーズンチームの仕上がりですね、プレーシーズンを終えて感じたチームの強み。そうですね、現状のチームの仕上がりとしては、目標が自分たちは、CS に出場して、優勝という頂に挑戦をするっていう目標が今チームであるんですけれども、そこに向かっていくために必要な、オフェンス、ディフェンスの落とし込みっていうのは、いい形で着実に前に進んでるんではないのかなっていうふうには思ってます。プレシーズンに関しても7試合やって6勝1敗という形で、勝利数だけではなくて質の部分でも、成長を感じられるような戦い方、特に、昨シーズンから課題であったディフェンスの部分がしっかりシステムとして自分たちの肌感としてもできるようになってきてるなっていうのを感じていますし、オフェンスの部分でも向上している部分っていうのが見えてきているので、
そういう部分ではいい、手応えを感じながらシーズンを始められるんじゃないかなというふうには思ってます。で、特に一番今伸びているっていうふうに感じているのが、まあ、チームの中でも、ずっと言っている言葉でグリッドっていう言葉があるんですけれども、グリッド、はい、はい、簡単に言うとやりきるっていうことを目標に、オフェンスもディフェンスも途中でプレーをやめるんではなくて、自分たちがやろうとしていること、うまくいかなかった時にもしっかり続けてやり続けること、そういう姿が、ゲームの中から、で、選手からも言葉としてその言葉が出るようになってきたりとかもしているので、そういうところの本当にコアな部分、ベースになるようなところ、っていうところでの成長、で60試合通してそのベースをよりどれだけ成長させていくのかっていうところになると思うので、いい準備っていうものが、少しずつできてるんじゃないかなというふうに思ってます。ありがとうございます。横浜 BC 戦でホーム開幕戦を迎えると思うんですけども、ホーム開幕戦に向けた意気込み、相手ワールドカップでも活躍した河村選手いると思うんですけど、はい、そこをお伺いしてもいいですか。そうですね、河村選手が、このオープンハウスアリーナを手に来ることによって、ワールドカップのその注目っていうのが、そのまま、自分たちの試合にも注目してもらえるようなことになっていくのかなっていうのは思っています、はい、でその中で、まあ、僕たちとしては河村選手っていうよりかは、このオープンハウスアリーナ太田で初めての開幕戦をしっかり自分たちのファンの皆さんと共に戦って勝つっていうことがすごく重要だと思ってます、はい、で昨シーズン大事な要所要所のところの天皇杯の、ベスト4をかけた試合で、まあ、横浜さんに、ホームで逆転負けをして、うん、各々昨シーズン、の借りを返したいと思ってる人はいると思いますし、単純に、去年横浜はプレーオフに進出したチーム、はい、で僕たちはしたかったけれどもできなかったチーム、うん、なので、まあ、チャレンジャーでもあると思いますし、はい、その中で、自分たちの現在地、はい、プラス自分たちの強さっていうものをしっかり彼らに対してどこまでできるのか、そして勝ち切ることができるのかっていうところで証明していかなくてはいけないので、はい、そういう意味でもすごく楽しみにしています。新たに訪れることになるファンの方、まあ、太田で迎える開幕というところになってきますけれども、はい、ファンの方に改めてにはなりますがメッセージいただければと思うんですけれども、まずはこのアリーナの一体感、はい、雰囲気っていうものをファンの皆さんには、はい、すごく感じてほしいなっていうふうに思っています。で、まあ、僕たちの常日頃思っていることがファンの皆さんと共に戦ってその価値を共有する、はい、喜びを共有するっていうことがやりたいことだというふうに思っているので、はい、その勝つ瞬間っていうものを一緒に、味わっていただきたいですし、はい、その勝った時に僕たちが勝ったんではなくてみんなで一緒に勝ったっていうふうに思ってもらえるような、はい、試合を一緒にしてほしいなっていうふうに思っていますし、あの一体感を一度感じたら、そういうふうに、思える、はい、ようなそんな雰囲気を持ったアリーナだというふうに思っているので、ぜひ、皆さん来て、はい、一緒に戦って一緒に喜びましょう、はい、同じこう空気感を、ね、感じてもらうだけでも、はいはい、楽しんでいただける一つの大きなエンターテインメントとしてね、はい、群馬で楽しめるところができているというところですね、はい、それに関連してなんですけども、はい、地元のバスケット熱の高まり、このあたりの受け止めというのはいかがでしょうか。太田自体がバスケットボールですごく盛り上がってきているっていうのも感じていて、で今シーズン補強もして、はい、また新しい選手が4人来て、そして既存の9人の選手が残るっていうような、もともと応援していただいてた人たちからの熱っていうものプラス、はい、期待感、はい、新しい4人の選手への期待感、はい、新しいチームへの期待感っていうところは、そのもうワールドカップが始まる前からもう感じていて、この群馬はじゃあ今シーズン何をするんだっていうところの期待っていうものを持っていただいてるっていうのはすごいひしひしと感じてます、はい、なのでその期待もしくはいただいている可能性のその期待値っていうものに対して、はい、僕たちがそれをちゃんと叶えなければその期待のままで終わってしまうので、はい、その期待をしっかり結果に残せるような戦いができるようにしていきたいなというふうに思ってます。確かに SNS などを見ていても非常にファンの方の思いっていうのは、はい、まあ補強のタイミングとかかなり盛り上がってるなって印象を受けてました、はい、そのあたりの期待感っていうのは確かに感じますね、はい、あとまあ地元関連でいきますと、はい、まあ、チームとして学校訪問だったりとか、まあ、そういったところでの地域
との関わりみたいなところも積極的にされている印象あるんですけれども、はい、なんか印象に残っているエピソードとかがあれば教えていただきたいんですけれども。そうですね、あのイベントとかそこにちょっと関わらないかもしれないんですけれども、あの街でよくあの群馬クリーンサンダーズの帽子をかぶってくれてる小学生を見たり、はい、あの市役所であったりとか市の、職員の方々があのポロシャツを着て群馬の来ていただいてたりとか、はい、あのこの間子どもの国に行った時にも子どもの国でその応援してる選手 の, あのグッズをつけたあのバッグを背負ってあの子供と遊びに来ている親御さんを見たりとか、あのそういうところがあるので、やっぱりいろんなところであの自分たちは本当に応援していただけてるんだなっていうことを、はい、まあ、感じるっていうのは、まあ、それが多分今おっしゃっていただいたように、はい、地元に対して自分たちができる、はい、あの恩返しっていうことと、はい、まあ、そういうふうに認知をしていただいてるからこそそういう風景をあの状況を見るっていうことにつながってるのかなっていうふうに思ってるので、はい、まあ、こればっかりは本当にやりすぎとかやり、うん、あの十分っていうことはないとは思うんで、はい、その自分たちはまずバスケットの試合で、はい、自分たちの戦ってる姿っていうものを見ていただいて、はい、それがあの皆さんの日常にエネルギーを与えられるような、うん、あの姿っていうものでありたいっていうのと、まあ、それとは別にあのコート外のところでもあの積極的に関われるところであったりとか、あの僕たちがここの群馬の太田でやっているっていうことは、はい、群馬を代表して太田を代表してプレーをしているっていうふうに思っていますので、その皆さんたちがあの自分たちで良かったって思ってもらえるような、あの誇りに思ってもらえるような姿っていうものを見せられるような戦いっていうものをしたいですし、その戦い以外のところで交流ができる部分っていうのはできる限りしていきたいなというふうに思ってます。わかりました。今シーズン長い戦いになると思いますけれども、はい、皆さんの活躍に期待しています。一緒に盛り上がっていきたいと思います。今日はありがとうございました。ありがとうございました。トレイ・ジョーンズ選手に来ていただきました。よろしくお願いします。今シーズンキャプテンを務められますトレイ・ジョーンズ選手、こちらについて紹介していただければと思いますが、はい、群馬に来て、4シーズン目になりますかね。はい、はい、かなり得点力のある選手でして、昨シーズンも1試合平均120点の数字をマークしました。はい、はい、で今シーズンからキャプテンになりまして、水野ヘッドコーチも背中だけじゃなくて言葉もしっかり発してチームを引っ張るようになってほしいというふうな期待をしています。うん、それポイントゲッターとしての役割に加えて、はい、チームを支える役割というのが今シーズン期待されているというところですね。まあ、今シーズンキャプテンということなんですけれども、そのあたりどうお考えですか？ So how you feel you became a captain for this season? I feel good. It's you know, I've obviously been here for a while now, and you know, I kind of understand the city, understand coach from playing here last year, and I think we're both on the same page. So I think he trusted me and Nari to lead the team this year. So it's definitely an honor.あのキャプテンとしてプレーさせていただくのはすごく嬉しいと思ってますし、ここに来てからしばらく の, あの年月も経っているので、土地勘のこととかもいろいろ町のこともすごく好きになってますし、コーチも去年から同じコーチなので、あのコーチと自分は常に同じページで同じことを考えていると思ってますし、でナリさん、もう一人のキャプテンのナリさんも、はい、あの一緒にチームを引っ張っていてくれているので、すごくいいと思ってます。はい、そうなると、まあ、求められる役割みたいなところも変わってくるかと思うんですけれども、個人的な目標、そしてチームの目標、それぞれ教えていただければと思います。いかがでしょうか。 So since you became captain, your role is going to be different from last season. I want to ask you your goal as a person, as a one player, and as a team. You know, for me, it's just to be as consistent as possible. You know, as a captain,There's a lot of personalities on the team that we don't always want the coaches to manage. I think if, you know, the team has guys that they can rely on to kind of manage the personalities, make sure everybody's on the same page, that makes the coach's life a lot easier. And then it also allows us to play better on the court. あのプレイヤーとして一人の選手としての部分では、あの継続的にプレーをするっていうのをチームに見せるっていうのが、はい、あの今年の目標といいますか、自分がゴールとしているところであって、はい、でもあのもちろんコーチから
いろいろ言われてこうチームが動いていくものではあるんですけれども、まあ、キャプテンとして自分からチームを動かしていく。で、常にコーチから言われるわけではなく、こう内側からも、何かを出していけるような、形でシーズンを終えたらなと思ってます。As far as the goals, like I said, my personal goal is to help the team be as consistent as possible. I think that will translate to a lot of wins. Obviously, you want to win as many games as you can as a team. And, you know, making the playoffs is our first goal. So I think being consistent is the best way to achieve that goal. 個人的に一つのゴールとしてはその継続性を持ってプレーをしていくこと。で、それが、チームが勝つということにつながると思うので、で、チームの目標としているプレーオフ進出でチャンピオンになるというところにつながっていったらなと思ってます。ありがとうございます。まあ、そうするとたくさんのファンの方にも見に来ていただきたいというところ、応援していただきたいということにもなってくると思うんですが、ファンの方にも直接トレイ選手の声でね、メッセージを聞かせていただければと思いますが、ファンの方に向けてのメッセージお願いします。 Definitely we're gonna need a fan support for this season, so give some comment for them please. Definitely, you know, we got a little taste of what this year will be like for six games last year, six home games in this arena, and you know, the energy was kind ofUnlike anything I've experienced in Japan before, something about just the way the arena is put together with kind of our colors, the black paint. I think just overall the energy was insane, and we really felt it. I think it really helped us. So if we can bring that this year, I think the fans will definitely give us a home court advantage.去年6試合このアリーナでプレーさせていただいて、ファンの方からのもう信じられないくらいたくさんのサポートっていうのをいただいてますし、アリーナが黒と黄色に染まって自分たちのカラーになってというところで、たくさんのエナジーは皆さんから受け取れたので、今年もそれをぜひ皆さん、僕たちに、届けてほしいなと思ってます。はい、ありがとうございます。まあ、先ほどもう群馬の生活も少し長くなってきたというお話ありました。今日ちょっと縄文新聞ということで、バスケットの専門誌ではなく地元の新聞というところになってますので、トレイ選手の群馬の好きなところとか一押しポイントみたいなところがいただけるとありがたいんですけれども。 So these guys are from the local newspaper and he is asking you that, is there any specific spot or something that you like in Nota or Gunma? Yeah, I say, I guess this is my answer every time. What is it? Kodomo no Kuni? Kodomo no Kuni. That's near our house. And my family, my daughters really like to go there. And just kind of being outside in nature is as much as we can is what we like to do. So that's kind of where we like to go. Kodomo no Kuni, Gunma Kodomo no Kuni,家の近くにあって、何回も行ったことあるんですけど、娘が2人いて、で2人とも外に遊びに行ったりとか、自然を感じたりっていうのがすごく好きなので、よくそこに行ってます。オフの日に普通にいらっしゃるんですね。You've been there in an off day or something like that? Yeah, off day, sometimes even after practice, my wife will be coming home from school, or from driving the girls home from school, and we'll meet there after practice sometimes, so...オフの日にももちろん行きますし、たまに練習終わりに奥さんは学校から子供たちそのまま連れてそこに行って、自分は練習終わりにそこに行って、練習終わりに遊んでたりもして。すごい。My wife, yeah, my wife, she just did like a little pottery class there. And then my daughters like to go, each month they have like a new craft for the kids to do, so they'll go do those. And yeah, we spend a good amount of time there.なんか奥さんは奥さんで自分の楽しみ方を見つけて、で子供はそのクラフトのものが毎月いろいろ新しく変わるので、それを楽しみに行ってます。お、好きになっていただいてるんだなって感じがします。トレイ選手のファミリーでこう好きな群馬のグルメみたいなのって何かあったりするんですか？ Is there any restaurant or something like that your family likes in Duma? There's a few. We've been to...Well, we didn't go until the end of the season last year. Normally, our off days are Mondays. And Daniel House is always closed Monday. So we never got to go. And then at the end of the season last year, we finally made it. And we've gone a lot since then. Wanderlust is like a little bakery that we like to go to.近くにあるダニエルハウスに去年はよく行ってたんですけど、自分のオフが月曜日でお店のオフも月曜日であんまり行けなくなってしまったので、近くのベーカリーに最近行くようになったりとか。 We also go to the, I forget the name of it, there's a yakiniku restaurant that we go to, I think. 焼肉のお店にも行ったことあります。あとちょっとだけお時間があるので最後にお聞きしたいんですけれども、初めて
アリーナに来たり、まあ、もちろん画面越しかもしれないですけど、トレイ選手のプレーを見る方いらっしゃると思います、どこに注目してほしい、ご自身のプレーのここに注目してほしいみたいなところをいただきたいと思いますけど。 So for the fans who come to the game, who come to watch the game first time or watch basketball live first time, who come to watch your game first time, what point you want them to see? I think just how much we love the game. Mm-hmm. I think I'm a very passionate player. You know, my personality on the court is a lot different than my personality off the court. Mm-hmm. So I think just that we love the game. We're trying our hardest to win. We're playing with passion. And just that hope, the fact that we're having fun allows them to have fun as well.あの僕たちがどれだけ楽しくバスケをしているかっていうところをポイントで、うん、あの皆さんに見てほしいなと思っていて、はい、でまあ、オフコートの自分とオンコートの自分がちょっとこう違うんですけど、あのオンコートではすごく情熱を持って熱く戦っているつもりなの でただこう試合というのは勝つのがすごく難しくて、うん、もうできること何でもして勝てるように頑張らなきゃいけないものなので、あのその必死さっていうところを見ていただいて、それと同時にどれだけ自分たちが楽しくバスケをしているか、うん、もちろんそれは勝った時にはあのしっかり見れると思うので、そこを見ていただけたらなと思ってます。ありがとうございます。楽しみにしています。Thank you. では本当に開幕前のお忙しいところありがとうございました。Thanks for having me. Yeah, no problem. ありがとうございました。Thank you. 続きまして、こちらも今シーズンキャプテンを務められます波里成人選手ですね。こちらの紹介も吉野記者お願いします。はい。波里選手は群馬に来て2シーズン目となります。沖縄県出身で若い頃からかなり注目されていまして、はい、パスセンスであったり、シュート力であったり、そのあたりが特徴です。ポイントガードとしてチーム、ゲーム、試合を作るとともに、今年からキャプテンになりまして、チャンピオンシップ進出に向けて、チームを引っ張っていくことが期待されます。はい。まあ、巷でファンタジスタなんてね、はい、独特なリズム感だったりとか、パスセンスみたいなところで、昨シーズンも、そういった意味では、活躍もちろんされてましたけれども、今シーズンはさらに、まあ、連携で波里選手の魅力っていうのは出てくる感じですかね。そうですね、楽しみですね。では波里選手にいらっしゃっていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。今シーズンキャプテンという形でシーズンがスタートすることになりますけれども、はい、そのあたり含めて、意気込みなどいただければと思いますが、はい、勝率にやっぱ関係していきたいなとは思ってますね、はい、やっぱ僕がキャプテンになることで、少なからず去年よりはいいところまで行きたいなと思ってます、選ばれた時ってどんなようなキャプテンですか。はい、キャプテンに、まあ、やることは変わらないのかなって思ってるので、はい、リーダーとしてみんなに声をかけたり、はい、コミュニケーションをうまく取ったらいいのかなとは思っているので、はい、コーチだったり、まあ、球団そして、はい、まあ、僕にこうチームをまとめてほしいっていうことを、うん、責任を任されたので、はい、そこは責任持ってやっていきたいなと思ってます、はいはい、そうすると、まあ、少し先ほどもお話出たと思うんですけれども、まあ、目標の部分ですね、個人での目標、プレイヤーとしての目標の部分、チームとしての目標、それぞれ、教えていただければと思うんですけれども、個人の目標もチームの目標もちょっと重なる部分があるんですけど、はい、僕の目標としてはやっぱりチームがやっぱ勝つ優勝するっていうところだと思うので、うん、はい、でチームの目標もやっぱり優勝するっていうところだから、優勝することで自分の評価とかそういうところも良くなるのかなと思ってるので、はい、とにかくどうやって優勝するかっていうのをみんなで見つけていきたいなと思います、はい。なんか昔とかだったら、まあ、得点取りたいとか、はい、なんかこう活躍したいみたいなのがあるんですけど、はい、今はもう30代入ってからどっちかといえば、はい、チームが勝つためにどう貢献するかみたいなの気持ちの方が強いので、なんかそこはちょっと変わってきた部分なのかなと思ってます。少しずつその、はい、なんかきっかけとかあったんですか。なんかそっちの方が、プレーでこうスタッツを残したり、はい、活躍するよりもなんか見えないところで、まあ、チームメイトにうまくアドバイスしたりとか、なんか影の MVP みたいなのを、はい、なんか一番合ってるのかなっていう感じはして、自分の中で、はい、そっからなんかこうで面白いほどにこうみんなこうなんていうんですか、変わっていくっていうのを、見れてるので、
面白いなと思って、はい、あ、今こういう言葉をかけた方がチームとしてはいいんじゃないかとか、はい、そういうところが、まあ、見え、まあ、元々見えていらっしゃったと思いますけど、さらに見えるようになったみたいな。そうですね。あ、そういうことですね。確かに楽しみですね、この、はい、波里キャプテンの一言でチームがまた最後の第4クォーターで勢いづいていくとかね、はい、そういうの楽しみですね。ファンの方、まあ、もちろん、ヘッドコーチからも去年の後半ぐらいからこう勢いがさらに加速してきたという話もちょっとあったんですけれども、ファンの方に向けてのメッセージというところで、まあ、どんなふうなプレーを見てもらいたいとか、試合のこの部分に注目してほしいとか、そのあたり思ってることがあれば。どうですかね。まあ、チームの雰囲気をやっぱ見てほしいかなと思います。はい、あらゆるところで。まあ、連携プレーもそうなんですけど、本当に一つのボールがリングに入った時に、そこに、なんていうんですかね、関わってないベンチのメンバーだったり、そういう人がどれだけその入ったことに対して喜んでるかとか、そういうなんかチームの雰囲気、チームワークっていうのを見てほしいなと思いますね。そのあたりもかなり意識して作り上げてきた、まあ、プレシーズンからそういうところは意識されていると。そうですね、みんなでそこはあのチームのためにやっていこうっていう話はしているので、はい、自然と今そういうふうにみんながそういう思考になってきてるのかなとは思いますね。波里選手群馬2年目というところで、まあ、大きな変わり目というところでいくと、オープンハウスアリーナが本格稼働というのが今シーズンになっていくと思います、はい、このアリーナについて感じていることなどあれば教えていただきたいんですけど、僕ら選手としてはバスケットができるっていうのは本当に幸せなことで、まあ、何ですかね、これをこういう環境でやるためにっていうのは一つの目標だったので、まずはその夢というか、はい、そういうのが叶ってよかったなっていうのと同時に、あのこのアリーナであの活躍したいなっていう思いが強くなったので、はい、でこういう環境っていうのはすごいありがたいなと思ってます。確かにこの舞台で優勝する景色って考えると、それだけでちょっと興奮してきますね。そうですね。なんか僕らよりもなんかこうファンの皆さんの方が、はい、あのすごい、あすごいこのアリーナってなんかこうなってると思うんですよ。はい、なんか演出とかそのあたりも含めて全体的なエンターテインメント、はい、ね、なんかバスケットだけじゃなくて、バスケット試合だけじゃなくて、あの会場入りするときとか、はい、あの選手 の, あの名前呼ばれて入るときとか、はい、バスケット以外ももっと楽しめるんじゃないかなと思ってますね、はいはい、一つのエンターテインメントの発信基地みたいな感じですね。ファンの方はそうですね、はい、素敵な時間が過ごせるような、そうですね、そういう場所にしたいですね。なんか生活の一つになってほしいなっていう部分はありますね、はい、なんか例えばクリスマス、はい、正月とか、あのクリスマスはあのみんなで試合見に、家族でみんな試合見に行こうとか、なんかそういう風になっていったら嬉しいなと思いますね、はい、特別な一日にオープンハウスアリーナに足を運んでもらって、はい、まあ、もちろんアウェイです。そうですね、はい、で選手たちが生き生きと活躍して、いい雰囲気を感じ取ってます。そうですね、はい、最高ですね、確かに。波里選手も息子さんと一緒に群馬に、はい、で今生活されているというところなんですけれども、はい、どうでしょうか、生活の拠点として群馬、まあ、これで2年目を迎えると思うんですけれども、群馬という環境はどんな風に捉えてますか。すごい子供にとっては、あの子育てとかそういう部分に関してはすごい環境がいいなとはすごく感じてます、はい、本当に来てよかったなって思ってます。あ、なんかお気に入りの場所と か, なんかそういうのってありますか。場所、まあ、あのグルメとかでもいいですけど、はい、まあ、レストランだったりカフェだったりそういうところもいろいろあって、はい、で子供が遊ぶところも何か所かあるので、なんかこれっていうのは選びきれないですけど、はい、まあ、あの何個かあります、ね、はい、暮らしやすいっていう、ちょっと言わせた感がちょっと出ちゃって申し訳ないですけど、いやそうですか、本当になんか、うん、たまに東京も行くんですけど、はい、あ群馬帰ってきてなんかいつもホッとするんですよ、ね、あなんか、うん、落ち着いてていいなって思ってますね、うん、です、はい、こちらの番組は13日配信になっていて、横浜戦の直前ということになっております。はい、はいはいはい、横浜戦の意気込みも一言いただければ。そうですね、あのホーム開幕戦っていうところで、はい、まあ、僕にとってはまあ、一番大事って言ってるほどの、あの試合だと思うので、
横浜もすごいいいチームだと思うので、はい、気を抜かず勝利していきたいなとは思ってますね、はい、それをなんかこうファンの皆さんに届けたいなとは思ってます、はい、じゃあすいません重ねてになってしまいますが、はい、最後に一言意気込みをファンの方に向けてお願いします。そうですね、まあ、毎年応援してもらってるんですけども、まあ、今年は本当にさらにチーム的にもまあ、レベルアップして本当に上を目指すところで、まあ、どうしてもやっぱ60試合って長いシーズンなのでファンの皆さんの力が本当必要になってくるので、僕はチームを支えてもらってできれば会場に来てもらって、はい、後押ししてもらえたらなと思ってます、はい、ありがとうございます。1年間長い戦いになると思いますが、今日はありがとうございました。新加入の選手にもお話をお伺いすることができました。辻直人選手、こちら、辻選手の紹介もお願いしていいですか。はい、辻選手は、昨シーズン広島に所属してまして、キャプテン務めてチームを初のチャンピオンシップ進出に導きました。はい、で今年から、群馬クレイサンダーズに来まして、34歳とベテランの域になってきたんですけども、運動量豊富で特に注目してもらいたいのが、スリーポイントシュートですね、うん、はい、かなりシュートの精度決定率も高いので、群馬昨シーズンちょっとスリーポイントが弱かった分、今年はスリーポイントの決定率決定力にも期待したいところです。ありがとうございます。では辻選手のインタビューお聞きください。それでは辻直人選手をお呼びしました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ホーム開幕戦となりますけども、ご自身の状態いかがでしょうか。順調に上がってきてます。はい、まあ、ちょっとオフシーズン内で怪我をしてしまったんですけど、はいはい、まあ、それも、完治しまして、本当ゲーム感、天皇杯3連戦が終わって、まあ、あれで少しゲーム感を取り戻せたかなと思って、まあ、そのあたりまだまだなんですけど、まあ、ホーム開幕はもっといい状態で臨めると思うので、いい感じで来てると思います。はい、はい、ありがとうございます。移籍してきてチームメイトを新たにこう一緒にプレーする選手も多 多いと思うんですけども、そのあたり連携面はいかがですか。そうですね、本当に移籍して、まあ、ちょっとさっきも言いましたけど怪我をしてしまったので、はい、なかなかこう全体 でのプレーというかそういうのができてなかったんですけど、まあ、でもそれを感じさせないぐらい、まあ、やりやすいですし、まあ、でもただもっともっとうまくこう連携は試合を積み重ねていけばいけるんじゃないかなっていう手応えもあるので、はい、まあ、そのあたりも、まあ、シーズン通してもっともっと良くなって いける自信っていうのはありますね。分かりました。並里選手と同じ学年になるんですかね。はい、はいはい、今回移籍を決める、まあ、理由の一つだと思うんですけども、はい、実際この並里選手と一緒にプレーして感じた部分とかありますか。やっぱりコントロールしてくれますし、まあ、パスのタイミングとかっていうのも、もう本当にこのタイミングで来るのかっていうタイミングもありますし、びっくりさせられる時もありますし、ただそれは本当にこのタイミングでしかもらえないというか、自分自身にすごくマークされるポジションなので、本当その貴重なそのタイミングを逃さずにパスをくれてるので、本当に僕はそのパスを、あとパスでそのシュート決めるだけっていうふうに思えてますし、彼からのパスを本当に全部決めないとなっていう思いが強いですね。はい、同じチームで高校日本代表の時に、はい、そうですね、はい、15年ぶりぐらい、15年ぶり、はい、その後も連絡とかですか。とか、そうですね、彼がアメリカ行って、はい、帰ってきたぐらいに少し連絡が取ったりはしてたんですけど、あ、まあ、あとは会場で会ったら喋るとか、はいはい、ですけど、まあ、プライベートで会うことはあまりなかったんですけど、それからは。ただその高校卒業の前とかでプライベートで会ったりとかしてたぐらいで、はい、でこうやって一緒にこう長い時間一緒にいるっていうのは初めてです。わかりました。今回あれですか、東京まで並里選手が向かい、あ、そうですね。大谷に来るってなった時に、はいはいはい、品川駅まで向かい、あ、はい、そ
それはちなみに どっちかというか、波立さんが、はい、海外に行くよって言ってくれて、それで、嬉しかったです。はい。わかりました。波立選手以外で、特になんかこの選手とこう、なんていうんですかね、打ち解けたとか、よく話すみたいな選手は。やっぱり野本選手は、ね、大学の後輩ですし、はいはい、B リーグの前のリーグで、はい、東芝っていうチームで、今の川崎なんですけど、はい、そこで3年ぐらいは一緒にやってたんで、彼とはやっぱり、よく話します、ね。はい、関も隣ですし、ロッカー。はい、今回そのポッドキャストで、あと上毛新聞で群馬ならではのお話をちょっと聞いていきたいんですけれども、はい、群馬に来て最初に、群馬に来られるのって今回が遺跡ので初めてですか？いや、温泉で、温泉旅行で、はい、そうでした。ちなみにどちらに行ったか覚えてらっしゃいますか？伊香保温泉、はい、結婚してすぐくらい行きました。その温泉のイメージが群馬には終わりだったのかなと思うんですけれども、はい、今回住んでみて、はい、群馬でこう何か新たに感じたこととか何かありましたか？あんなに時間かけて行った伊香保温泉が近いな。今も行かれたりします？前に行ったんですよ。はい、日帰りというか、本当は伊香保行く目的じゃなくて、はい、春名さん、春名神社とかに行って、その帰りに伊香保温泉のなんか普通に温泉に入って帰ってきたんですけど、はい、でその時のグリーン牧場とかあるじゃないですか。あ、はい、そこも一応なんか2人デートしたとか、そこも通りながらこう懐かしいなって言いつつ、はい、そこから1時間ぐらいの距離に住むことになるとはなみたいな話をしながらですね、帰った記憶もあります。太田の印象とか聞ければ嬉しいなと思うんですけど。いや、本当最初来た時夏だったんですけど、本当暑すぎて外に出れなかったんですけど、はい、でも本当最近ちょっと涼しくなってきて、やっぱなんか美味しいご飯屋さんがすごい多いです。特になんかここお気に入りとかがあれば。いっぱいありますよ。いっぱいあります。なんか最近本当ついこの間も初めて行った店とかも美味しかったですし、はい、なんかよ行くのは昼ご飯でよく行くのが多いんですよ。朝トレーニングして、で一回帰ってまた昼ご飯食べて、昼から練習備えるっていうのでとか多いんですけど、美味しいです。あ、本当ですか？はい、私今多分すごい喜んでると思います。これを聞いて、いや、チェーン店も美味しいところあるんですけど、チェーン店じゃないところっていうのがあって美味しいです。どんな系統の？僕和食が結構好きなんですけど。あ、和食屋さん、はい、だから魚とか、はい、お寿司とかもそうですし、お肉も美味しかったですね。焼肉屋さん。あ、本当ですか？はい、じゃあもし辻選手を見かけたら、優しくこう温かい目でファンには見守ってもらって、リシャ君は必ず司会でお返ししてはい、ということだそうです。ありがとうございます。練習の合間とかにランチは行かれるというお話でしたけども、はい、オフの日とかはどんなことをされてますか？子供たち学校行ったとか幼稚園とかの年代なので、はい、行ってる間に、まあ、カフェとか行ったりとか、はい、あとは川崎に住んでる時間が長かったので、はい、僕大学からずっと神奈川の川崎市民だったんですけど、はい、だからその川崎にもう2時間ぐらいで車で行ける距離なので行ったりとかしてましたね。ちなみにまだ行けてないけど、ここは行ってみたいなみたいなところありますか？草津温泉も行きたいです。ああ、まだ行ったこと、まだ行ったことない。伊香保はそのデートが結婚した当初も行きましたし、はい、あと高崎にも行ったことあるんですよ。おー、こっち来る前、はい、全然子供がちっちゃい時ぐらいです、ね、上の子がちっちゃい時ぐらいで、はい、高崎でレンタカー借りて行ったとかありましたね。だから草っていうのも、草津は行ったことないんで、草津行きたいです。疲れを癒しに次のバイク行くとか、そちょっとした連休があればすぐに行きたいと思います。はい、はいはい、わかりました。で最後に、ファンの皆さんに、はい、
メッセージ、今シーズン高校注目してほしいっていうのをお願いします。はい、群馬県はもっとバスケットで盛り上がれるポテンシャルは大いにあると思うので、まずはこの太田から、いろいろ発信していきたいと思ってますし、この太田アリーナに来ていただいて、どうぞバスケットの魅力っていうのは絶対に、感じてもらえる自信はあるので、ぜひアリーナに足を運んでいただいて、で僕たちと一緒に本当試合を楽しんでもらいつつ一緒に戦ってもらってですね、僕たちの目標である CS に出て、でまた東地区も優勝も目指してますし、でその先のチャンピオンシップ優勝というところをぜひ皆さんと、分かち合いたいなと思ってますので、もう今シーズン長いシーズンになると思うんですけど、ぜひ一回でも多く太田アリーナに足を運んでいただきたいなと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。あともう一人新加入の選手にもお話を聞けています。木村慶吾選手、この木村選手はどういう選手でしょうか。はい、木村選手は昨シーズンまで新潟でプレーして、今シーズンから群馬に加入しました。22歳という若い選手でして、はい、攻守にアグレッシブなプレーが期待できます。はい、群馬はちょっと30代の選手、40代の選手多いんですけども、やっぱ木村選手のような若い選手がどれだけ活躍できるかっていうのが上位進出への鍵になるかなと思います。じゃあ木村慶吾選手にお話を伺っていきます。はい、木村選手は初めて移籍をされて群馬に来たと思うんですけども、今こう感じている部分何かありますか。初めての移籍っていうことで、自分が1年目に新潟に来た時のような新鮮な場所だったりとか、人、新しいチームメイトとかチームコーチスタッフとかっていうのに慣れるっていうのはすごい新鮮で懐かしい気持ちになりました。木村選手が一番チームだと若いそうですね、ですかね。はい、はい、もうチーム合流して2ヶ月3ヶ月ぐらい経つと思うんですけども、はい、なんか特によく話す選手とかって、いやもう本当にみんなと皆さんと仲良くさせていただいてるんですけど、やっぱりロッカールームの席が隣っていうのもあって、はい、菅原選手とか野本選手とかは結構話しかけてくれるし、話しやすいですね。わかりました。ちなみになんかどんな話とか。いや本当くだらない話です。なるほど、わかりました。高校は八王子高校、東京ですかね。はい、そうです。群馬には今までこう来たことあったりとかって、前橋育英とか、高校の時に試合とか、はい、まあ、ミニバス、小学生の時に試合とかも、中学生の時に試合とかで、はい、まあ、基本試合で来ました。はい、来たことあります。小さい時サファリパークも来たことがあります。で群馬はちょっとゆかりのある地ということで。お願いします。住んでみて何かこう感じた部分とかありますか。そうですね、試合だけとかその観光だけとかじゃ分からないところとか、なんかそのすごい車が多かったりとか、本当に天気がいきなり雷になるとか、すごい新鮮でいい感じです。群馬でこれから行って行ってみたい場所とか気になっているところありますか。そうですね、さっきも言ったんですけど、サファリパークにもちょっと小さい時にはやっぱり記憶もあんまりこうしっかりしてないし、ちょっと大人になって何ですか、車とかで、はい、行けたりするみたいなので、ちょっと結構そういうの見るの好きなので行ってみたいなっていうのと、あと草津温泉とか温泉結構好きなので。はい、あんまり長くは入れないんですけど、そういうか雰囲気楽しんだりとか、そういうのすごい好きなので、はい、まだちょっと行けてないんですけど、これから行けたらいいなって思ってます。普段あれですか、運転はご自分でされる。いや、その運転手なんかいないっすよ。じゃあサファリパークも自分でこう運転して。行きたいです、行きたいです。自分で行きたいです。またじゃあ違う臨場感をご自分で運転しながら感じればいいなって思います。実際にどっか行って群馬に来てからここ行ってみて面白かったとか、なんか新しい発見とか、食べ物屋さんとかでもいいんですけど、何かありますか。そうですね、やっぱ群馬来て楽しいところっていうのはやっぱちょっとここかなっていう。ここ音声だからオープンハウスアリーナ太田だと思います。どうですか今。
いいですね。どの辺が楽しい？いや、まあ、バスケできるし、あの試合もあるし。はい、ちなみにあのここのアリーナってもともとできる前は本当に公園で市民の方たちが本当に憩いの場として使っていて、今でもアリーナの外でお散歩したりとかしてる方いると思うんですけど、そういう方たちになんか声かけられたりとか、逆になんかこう見ていてこう感じることとかありますか？なんか夏なんですけど、はい、結構5時とかに外のコートを使ってたことがあったんですけど、はい、いや5時とかでも普通に走ったりしてるから、はい、すごいっすなって、はい、バスケしてる子とかもいて、はい、なんか朝5時だなみたいな感じですごいなって思いました。木村選手も朝5時いや、まあそれはなんかやることなかったんで。ありがとうございます。実際そのこのアリーナでバスケをしてみた感想とかって聞いてもいいですか？そうですね、まあ、メインアリーナは結構この、まあ、この間天皇杯でとか、はい、プレシーズンであの試合した時にやっぱりあのすごいビジョンがやっぱ大きくて、はい、すごいあのあんまりそういうところでプレーした知ったことなかったので、うん、本当になんかあすごいこんなつ興奮するというか、はい、っていう感じはありましたね。ありがとうございます。はい、では最後に、今シーズンファンの方々に自分のこのプレーとかこういうところ注目してほしいというメッセージをお願いします。はい、まあ、今シーズンはあの本当にメンバーも揃っててチャンピオンシップ狙えるチームだと思ってますし、まあ、その中でやっぱ自分もあのチームにあのスリーポイントだったりとかスリーポイントシュートだったりとかあの激しいディフェンスで相手をこうバチッと止めたりとかそういうところにあの注目していただきたいなっていうふうに、思います。はい、ありがとうございました。以上ヘッドコーチ、選手皆さんのインタビューをお聞きしました。本当に開幕の前というところですがありがとうございました。岩田さん、はい、まあ、皆さんのインタビューしてみて、はい、まあ、今回ポッドキャストでね、はい、直で生の声をということなんですけれども、はい、どうでした？感想としては。そうですね、試合後の会見とはまた違った雰囲気で、はい、選手のちょっとプライベートな部分とか、はい、そのあたりも聞けたのでファンの方々にとっては貴重なこう情報なのかなと思います。はい、確かにそうですね、はい、まあ、これきっかけに本当にね、特に新加入のお二人なんかは、はい、これきっかけで好きになってもらえたりする可能性ありますよね。推しを見つけてもらえればと。はい、はい、分かりました。Bリーグの新シーズン開幕ということで、まあ、今回企画させていただきましたけれども、群馬クレインサンダーズの戦い、ここから始まっていきます。はい、ぜひ注目していただければと思います。うまがまう、うまがまう。上毛新聞公式ポッドキャスト馬が舞う、そろそろお別れのお時間です。ありがとうございました。ありがとうございました。エンディングにも吉野記者来ていただきました。いや、開幕直前のこのお忙しい中でもありがとうございました。ありがとうございました。随所随所に吉野記者の解説も入れていただいて、はいはい、より皆さんの群馬クレインサンダーズに対してね、親しみを持っていただいて、まあ、直接見に行っていただければな、よりありがたいですね。全体を通じて今シーズンの群馬クレインサンダース、はい、改めて担当記者からどんなシーズンになるか予想というか、はい、そのあたりいただけますか。はい、B1 で3期目となりますので、今シーズンチャンピオンシップ、さらにその上の優勝というところに向かって、それができるようなメンバーであったり布陣というのが揃ったかなと思ってます。はい、長いシーズン、苦しい時期もあると思うんですけども、なんとか、ファンの皆さんと一緒に戦っていきたいと水野ヘッドコーチも話していましたので、選手のプレーに期待したいと思います。はい、B1 に上がってでチームを作って、よし今シーズンは勝負するぞ、新しいアリーナもできました、はい、そうですね、そういったところで、今シーズン本当に注目というところですね。時田さんも楽しみですね。いや、本当に楽しみです。ぜひ直接見に行きたいなと気持ちが高まりました。まあ、太田でね、支局記者もされてましたから。あ、そうですね。いや、やっと、アリーナ、私が移動する前はまだできてなかったので、はい、すごく楽しみになりました。はい、考えもひとしおといったところでしょうかね。番組では、ご意見、ご感想、そして内容のリクエスト募集しております。
メールアドレスこちらすべて小文字で uma@raijin.com uma@raijin.com こちらまでお寄せください。 X でのポスト、こちらハッシュタグひらがなで馬が舞うつけてぜひぜひお気軽につぶやいてください。そして番組の情報などですね、公式 X もやっております。番組の情報などは公式 X @jomo_馬が舞うからつぶやいていますので、フォローや拡散をお願いします。そして各アプリでお聞きいただいた後は温かい評価やレビューもお待ちしています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして情報新聞的にはポッドキャストだけじゃもちろんないですよ。明日の予定になっております。10月14日付でホーム開幕戦に合わせてですね、特集紙面の方も予定しております。ファンにはたまらない内容になっていると思いますので、ぜひ楽しみにしていただければと思います。そちらもぜひご覧ください。次回またゲストを招いてトークしていきたいと思いますので、お楽しみにしていてください。ここまでのお相手は上毛新聞社営業局の日野原明と、編集局の時田夏樹と、編集局の吉野智明でした。ありがとうございました。ありがとうございました。上毛新聞公式ポッドキャスト馬が舞う。